この熱中症やその疑いがある搬送者が先月、統計開始以来最多に。また、先週1週間では去年の25倍に増えたことが県のまとめで分かりました。県によりますと、先月県内で熱中症の疑いで搬送されたのは309人に上り、6月としては統計を開始した2010年以来最多となりました。 重症者も過去最多となる12人でしたまた、過去2番目に早く東海地方が梅雨明けした27日以降の1週間では282人が搬送され前年の同じ時期に比べ25.6倍になりました県はこまめに水分補給を行うなど熱中症への対策を呼びかけています。